1965年のワールドシリーズ。1965年の野球において、メジャーリーグベースボール、MLB 優勝決定戦の第62回ワールドシリーズ、62、ND ワールドシリーズは、10月6日から14日にかけて、計7試合が開催された。その結果、ロサンゼルスドジャース、ナショナルリーグが、ミネソタツインズ、アメリカンリーグを4勝3敗で下し、 二年ぶり四回目の優勝を果たした。両チームの対戦はシリーズ史上初めて。ツインズは前回のシリーズ出場時はワシントン DC を本拠地都市とするワシントンセネターズとして活動しており、ミネソタ州に移転してツインズとなってからは今回が初のシリーズ出場だった。シリーズ MVP には3試合24.0イニングで2勝1敗。 防御率0.38という成績を残したドジャースのサンディー・コーファックスが2年前の前回優勝時に続いて選出された。ユダヤ系アメリカ人のコーファックスはユダヤ教の祭日読むキップルと日付が重なる第1戦の登板を見送ったため、第2戦、第5戦、第7戦と8日間で3先発しており、第7戦で完封勝利を挙げた後には100歳になったみたいだと。 期間をとろしている。1965年のワールドシリーズは10月6日に開幕し、途中に移動日を挟んで9日間で7試合が行われた。日程、結果は以下の通り。マイナス2回にドジャースとツインズがそれぞれソロ本塁打で得点を挙げ、1から1とする。3回裏、ツインズは無視1.3塁から。 ソイロベルサイエスに3点本塁打が出て勝ち越し、さらにドン、ドライスデールを攻めたてにしまル塁とすると、アール・バッティとフランク・クイリーチの連続的自打で3点を追加し、ドライスデールを交番に追い込む。マッドキャット・グラントは9回表に1点を失うが、完投し、ツインズがまず1勝をした。ジム・カートとサンディ・コーファックスの両サーンの投げ合いで、5回終了時まで両軍とも、 無得点のまま。六回裏、ツインズは、相手の失策から一死三塁とすると、トニーオリバとハーモンキルブルーに連続的自打が出て二点を先制する。直後の七回、ドジャースは一死二点三塁から八番、ジョニーローズボロのウゼンダで一点を返し、なおも二点三塁で九番、コーファックスの打順を迎えると、ドン・ドライス・デールを代打に送った。ドライス・デールはこの年、投手ながら打率。 300.7本塁打を記録していたが、ここは三振に倒れた。続く、モーリー・ウィルスも、中飛で、ドジャースは追いつくことができず。その裏、ドジャースは2番テロンペラのスキーの冒頭で1点を失うと、続く8回には西万塁から9番カートに2点的自打を打たれ、4点差に突き放された。カートは1失点で完投し、ツインズが本拠地で連勝した。 ドジャースは4回、カミロ・パスカルを攻め一死満塁とすると、8番、ジョニー・ローズ・ボロの2点的自打で先制する。続く5回には2試2塁からルージョンソンの2塁打で1点を、追加、6回にもツインズ2番手、ジム・メリットから、モーリー・ウィルスの2塁打で4から0とした。ドジャース先発、クロード・オスティーンは、ツインズ打線を5安打に抑え完封。ドジャースが、シリーズ初勝利を挙げた。 ドジャースは、初回、モーリー・ウィルスの一塁内野安打をきっかけに一死1.3塁と、すると、4番ロンフェアリーの2ゴロで先制。2回には、バント安打で、出塁のウェス・パーカーが盗塁と冒頭で3塁に進み、7番、ジョニー・ローズボロのゴロを二塁手、フランク・クイリーチが失策し2点目を奪った。ツインズが4回と6回、ドジャースが4回にそれぞれソロ本塁打で加点し、 ドジャースの1点リードで試合は6回裏に入る。この回、ドジャースは、ジム・ギリアムの死球とウィリー・デイビスの右前で、無視2.3塁とし、マッドキャット・グラントを交番に追い込むと、変わったあるワーシントンから、フェアリーとルー・ジョンソンが、連続的自打を放ち、3点を加えて突き放した。ドン・ド・ライスデールは7回以降は、相手打線に得点を許さず完投し、ドジャースが2勝2敗のタイトした。 ドジャースは、初回、先頭のモーリー・ウィルスが二塁打で出塁し、ジダ打ジ者ジム、ギリアムのウゼンダで生還、さらにウィリー・デイビスのギダが三塁手、ハーモン・キル・ブルーの悪送球を誘い、その間に一塁走者ギリアムもホームインし二点を、先制する。三回には、ルー・ジョンソンとロン・フェアリーの連続的ジダで二点を加え、ジムカートを降板させた。 さらに4回に、ギリアムの敵地打で5から0とすると、7回には2し、1、2塁から 3D コーファックスとウィルスの連続敵地打で7から0とした。コーファックスは、ツインズ打線を4アンダー10奪三振に抑え完封、ドジャースが3連勝で優勝に王手をかけた。ツインズは4回裏、先頭のアール・バッティが相手失策で出塁すると、続くボブ・アリソンの2点本塁打で先制。 さらに6回裏、ドジャース2番手、ハウィー・リードを攻め立てて西12類とする、9番、マッドキャットグラントが、左中間に3点本塁打を放ち5から0とする。直後の7回に、ドジャースは、ロンフェアリーのソロ本塁打で1点を返すが、グラントは後続を抑え関東、ツインズが3勝3敗のタイに持ち込んだ。ジムカートとサンディ・コーファックスの3度目の顔合わせで、始まった第7戦は、 4回表に、ドジャース戦闘のルー・ジョンソンが、左翼ポール直撃の先制ソロ本塁打を放つ。続く、ロン・フェアリーが二塁打で出塁すると、ウェス・パーカーのウゼンで、フェアリーが生還し2から0となる。ここで、カートが降板し、ツインズは、系統で、ドジャースの追加点を阻むが、打線は、コーファックスの前に8回まで2安打と封じ込まれる。9回裏、ツインズは1死から、 カーモンキルブルーがチーム3本目のアンダを放つが、コーファックスは続く R ティを3級三振打ち取ると、最後はボブアリソンを空振り三振に仕留め2試合連続の完封勝利。ドジャースが2年ぶりに優勝を果たした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。